物珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ。いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような要件か。世は家康様のお力で天下太平。よもや今さら調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。それも伊達方が関ヶ原の戦いの最中に上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添えくださった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。政宗殿、拙者奥州であやかしの動きありという噂を耳にいたした。これは否ことを。あやかしなど取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、太平は守り続けることこそ肝要。どのような火種が天下に災いをもたらすやもしれませぬ。よかろう。あやかしのことを耳にいたせば、お主に知らせよう。かたじけない。ではこれにて。半蔵殿は異国の者とあやかしを重複したと聞く。確か安人は死に申した。ほう、それは惜しいことをした。鬼を斬るという男、この目で見たかったものよ。Weren't you supposed to be dead? Oh, わしがつく隙間もありそうじゃ。それ。今は太平の世、人々の信心がよみがえり、わしらに似たまも彼方でよみがえったのじゃ。全ては巡り巡る。そう、この国に再び霊石を用いた戦乱が起ころうとしておるのだ。察しておろう。半蔵に危機が迫っておる。半蔵は奥州の言う伊達政宗が霊石を集めておると突き止め、その目的を追っておる最中に消息を絶ったのじゃ。安心よ、急ぎ奥州へ向かってくれ。改まの気配も強い。気をつけるのじゃ。
殿の神木を祀る森を踏み荒らしおって、
人里があったとは。半蔵の気配を聞こうなったが、改まがそこかしこに満ちておる。手段など通っては折れぬ。
陥没がつかなくなってきておるな。誰ぞ処分とな。
きられぬ。やはり人の道に反する手立てなど拙者は。我は幽文僧の伊達重さん。鬼となったこのわしを。そうにして引くことを知らず、一鳥橋にでも引かず、ついには鬼と化し、政宗様の刃となる。いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽ばきを率いて最後の戦へ向かわん。Do you believe everything you hear?
よう戻った。ウィリアム、青葉城へ急いでくれ。わしはやるべきことが残っておる。